はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちらになります。ね、ケーブルコレクションさんのケーブルになります。今回は、USB のタイプ C と、これがね、タイプ B ってやつです。これね。これがね、超おすすめです。特にノブサウンドさんの P1 とか持ってるユーザーさん結構多いよね。これで接続するんだよ あの、視聴者様から教えていただいて、こういうケーブルがあるんだよ、っていうことで、おーこれで伝げると、音がいいじゃんってことで、ね。皆さんに紹介したいけども、どのケーブル紹介したらいいのか、ね。はい、元気なおじいがね、過去にお世話になった、ケーブルコレクションさんに聞いてみたらね、いいのがありますよ、おじいさんってことで、ね。はい、提供いただきました。えー、まずはあ、こんな感じ。もう、ここのケーブルの品質はね、 おみんないいケーブルです。はい、かっこいいね。えー、まずは24金、ね、ゴールドメッキになっております。でアルミニウムでできた丈夫な素材。ね。そして丈夫なナイロンでできてるんだけどもね、しっかりとあのシールドされております。束ねてね。で、まあ、これデザイン的にはこれね、タイプ B のポート2.0っていうことです。 USB 3.0のね、今時こういうのもあるかもしれないけど、今回のケーブルは USB 2.0用ということです。3.0にはね、対応してないということです。はい、えー、そこのところね、間違いないんだね、ってことです。で、あと、iPhone は Type-C のやつじゃないよね。あのー、なんだっけ、ライトニングケーブルか。あ形状がありませんよ、ということで、iPhone には対応してません、という注意書きがあります。で、あと、どうなんだろうね。 あのー、リンゴはいろんな対策するから、あの、なんか、プロジェクトがあるんだろうね、きっとね。うん、はい、じゃあ実際に開けましょう。はい、それではね、えー、開封したいと思います。もうアンプもね、スタンバってるよー、ね。はい、えー、こんな感じのパッケージでケーブルがね、届きます。ちょっとあだね、あのー、光のバランスがこう、ふわふわしちゃうけど、もうちょっとこうした方がいいのかな。ね。 はい。撮影はね、結構大変なんだよはい。じゃあね、中身を、よいしょ出します。よいしょっとね。はい。しっかりしたケーブルだねで、ありがとうカードが入ってます。ね。英語で書いてある。シャンキュー、見える見えないね。はい。ニコニコマーク。ね。ありがとうねっていうマークです。 シャンキューはい。そんなわけでね、えー。ケーブルはこんな感じのケーブルになっております。で、ね。はい。しっかりと24金のメッキになってます。で、ここは丈夫なね。アルミになってます。ね、いやケーブルもほら、丈夫だね。しっかりとね。はい。こいつが PY ユーザーの、ね、さらにパワーアップを うん、応援してくれる秘密兵器になるよ。はい、ね。いや、おじいはね、こういうケーブルがあるのを本当ね、知らなかった、ね。はい。で、元気なおじいのチャンネルではね、この P 版ユーザー結構多いんだよ、ね。で、これね、あのヘッドホンアンプだよね。で、3.5mm の視力から、 ね。この RCA の、ここにね、インプットしてるパターンが結構多かったんだよ。今までね。でも、こうやってね、あの、USB の B の入力あるやつは、こっから入れた方が、音がいいことがね、手がついたというか、視聴者さんから教えてもらったんだよ。ほんとだ <laughs> してね。まだ、ほんの、ちょっと前の出来事だよね。マジかよみたいな。 なので、P1 ユーザーの皆さんには、こういうケーブルをね、あるんだよっていうのを知ってもらいたいんだよ。で、こっから入力するよりも、これで付けた方が全然音がいいので、いやー、えー、こんなに違うのっていうぐらいね、ちょっと感動していただきたいなと思います。はい、これね、ここにくっつけて、これはね、PC、USB のところにくっつけて、 そして、このスマートフォンのね、この端子普通の USB Type-C にカチッとつけます。はい。これで OK。これで OK。で、P1 の、ここね、Bluetooth, USB, RCA ってあるんだけど、ちゃんとここね、USB にしておけば OK。上がこれ Bluetooth で、一番下が RCA。通常ここで使ってたでしょ、みんなね。 はい、USB のダックモードをここにします。真ん中にします。これでね、もう OK なんだよ。ね。で、はい、あのー、これ接続するとね、元 g i のところ、あの、Android はこういうウイルスが出てくるんで、ほんと、<laughs> 困るよね。このウイルスがね。はい、で、イヤホンをここにくっつけて、ね、よいしょ、カチッと、ね。 さあ、これでね、音が出るはずなんです。で、3.5リ、mm、の入力よりも、こっちの方がね、音がいいんだよじゃあね、えー、っと、これはね、オフでいいかな。エフェクトはオフにしとくね。よいしょと。で、あ、また出てきた。あの、USB デバイスの初期化中ってね、このプレイヤーはいつもそうだね。な、何をやってるんだろうね、この USB デバイスの。 初期化中って、すごい使いにくいプレイヤーだね、これね。他のプレイヤーだとあんまりこういう症状がないんだけど、このプレイヤーだとね、いつもそうなんだよね。で、このウイルスが出てきて、おいしょ。はい。で、これで OK かな。で、音がもうこれで出てるはずだけど、ちょっと待ってね、チェックしてみよう。 あ、左は来てる。右はあ、来た来た、来た,来た,来,た来た。あ、いい音だ。 うん、これじゃないな。これか。 音がね、ちょっとわかんないな。<laughs> 片耳だと。うん。両耳で聞かないと。ああ、めちゃめちゃいい音だな。 うん、はい、そんなわけでね、えまあ、今回は使い方なので、うん、こうやって使うんだよっていう、まあ、見本です。今回はね。 そんなわけで、元気なおじいのチャンネルでは、このノブサウンドさんのこの P1 持ってるユーザーさんがめちゃめちゃ多いです。で、P1 に限らず、ダック対応のアンプはたくさん紹介しているので、まあ、そういうアンプを持ってらっしゃる方、結構かなりいらっしゃると思います。ね。でも、こうやってね、後ろ見て、RCA の入力と、この USB-B の入力があったら、おそらくね、こっちから入れた方がね、音はいいかもしれない。 本当ね。おじいもずっと気がつかなかったんだよね。まあ、P1 ユーザーは、このケーブル1個、ね。この存在があるということを知るだけで、うん、また幸せになります。ね。いや、いいケーブルだね、本当に。<laughs> 嬉しくなっちゃうね。ピントあって、ピントピント。あ、ピンできた。ね。はい、このケーブルだよ。ね。タイプ C とタイプ B のこのケーブルだからね。このケーブルがあれば、 P1 とスマートフォン直結できるからね。はい。試してみてください。あとね、お値段の方行こう。お値段ね。はい。ということで、いかがだったでしょうかもうね、プリアンプ持ってるユーザーだったら、1本は持ってないと、おじいちをお勧めします。じゃあ、お値段行きましょう。てりはい。お値段はね、こちらになります。えっ、ー、とね、今回ね、これサイズ1メーター。 で、USB がタイプ、2.0タイプで、色がグレー。ね、こちらになります。えー、っと、1メーターで1499円になります。でね、色々あるんだね、これね。これが、えー、っと、2メーター。2メーターだと1599円。そんな大して変わらないんだよね、値段的にはね。ただね、その、余裕を持って長いの持つことはいいかもしれないけど、オーディオの基本として、 できるだけ音の入り口から出口までは、もう最短距離、短い距離で仕上げるっていう基本があるので、あんまり長すぎてもね、<laughs> 考えようねってことです。はい。そして3メーターバージョンは1699円となっています。そしてね、えー、黒バージョンというのがあります。これがね、この黒バージョンはちょっとお安い。黒バージョン1メーターは1259円になっています。 黒バージョンの2メーターは1399円。そして3メーターバージョンは1499円になってます。まあ、ここはあのアルミボディになってないよってことだね。そしてね、こういうのもあるんだね。えー、これがね、同じ USB の2.0なんだけど、これ、色がグリーンになるんだね。いや、この色も素敵だね。 あの、おじいからグリーンだから、あ、こっちにすればよかったかなっていう。ただ、このグリーンバージョンは2メーターね、オンリーとなっています。1499円になります。はい。そしてね、USB の3.1に対応したバージョンはこちらになります。これはね、1.2メーターバージョンで1599円となっています。 今んところね、オーディオのアンプで、この3.0とか3.1を使ってるってものは、おじいは今んところ見たことがないかな。ね。はい、そんだけで、いろんなケーブルがあるので、えー、まあの、好きなものは選んでみてください。おじいが使ったのは、とりあえず、このね、遡ると。よいしょ。この1メーター。ね、もう最短の1メーターのグレーというモデルになります。 お値段は1299円となっています。で、あと、ケーブルコレクションさんのいろんなケーブル、ね、元気なうちが、あの、知らてもらっているやつは、一緒にこう貼っておくので、ね、いろんなケーブル興味のある方はいっぱい見てください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またね、バイバイ。